チームメンバー映ってるかな、うん、ちょうど真ん中行きましょうか、はい、あちょっとあっち寄りの方がいいかな、あ、釣れた、え、釣れました、釣った、めっちゃいいタイミング、取材、大井さん、ナイスタイミング取材に来ました。いや、スレがかりやけど、それって外れてスレになりますよ。非常にやばいかかり方。それは成立でしょう。いや、僕もそんなんでしょ。お、ブラックバス。これがマグスプーン魚。妖怪スプーン。例の妖怪スプーン。あれ画像載せてくださいよ。YouTube に。上田さんに言う妖怪スプーンって名前ですね。お、ナイス。ナイス。いや、ネットで撮った方がいいですよ。適当にやったら外れますから。でもアシストがお腹にかかってたら結構ね。あ、ざっくり言ってますよ。でしょ。それフロン、じゃあリアのフックにかかって、フロントがお腹にかかってリアが外れるんですよ。もうナイスフィッシュ。初スプーンフィッシュは妖怪スプーン。え、初スプーンなんですか。初スプーンフィッシュ、実は初なんです。ほんだここ来て正解じゃないですか。僕まだ2回目ですもん、スプーンだけで。マジですか。妖怪スプーンです。僕2回目で両方釣ってますよね。妖怪じゃなく釣れるスプーンです。でもそばで見たら妖怪やね。いや、エギング行こうとしてあのアワビシールを触っとって、はい、オッケー、アワビシールあった方がいいかなと思いながら、うん、やりましたね。ありがとうございます。今から僕もバンバン釣りますよ。上田さんにお貸して、はあ、量産しますわ。スプーン量産しますわ。あ、あの大井さん、僕今撮った写真、あのメッセージ送りましょうか。ありがとうございます。さあ、著作権があるわけです。マグナムスプーン、これでこんなんでブラックバスが釣れちゃう。こういう反応があるでしょ。こういうのまだあれなんですけど、またなんかすごいの出たら言いますわ。ゴージャスいっぱい出ますよ。いっぱい映るんや。ね、いや薄くなりましたって言ってるとこは濃かったんですよ多分。じゃあ釣りましょう。リアルにそばで釣りましょう。もうあれですよ、もう人気者ですよ。世界ナンバーワンの人気者ですよ。みんな多分あのチューンしますよ。妖怪チューン。こんなんで釣れるって、でも今まで考えれなかったですよね。そうですね。でもだからあれなんですよ、服部さん、初めてブラックバス釣った子のように一匹喜べるんですよね、こういう釣りって。だからトーナメントとは全然違う刺激がありますね。ああ、おう。もうこんなんベイト映るでしょ、服部さん。おお、結構こんなんは普通の絵なんですよ。その中にバスが出たり入ったりしてる映像が映るんですけど、このしゃくり幅とかね、こう動かし方とかホールの仕方とかもね、多分みんな解明されてないと思うんですよ。みんなわからんままやってるから。僕は今のところ3匹釣ったけど、10匹釣ったら語り出します。
で、当たりもなんかこうフォールの時にカンっていうなんかカンっていう当たりと分からんままかかっちゃうバージョンと、ほんでもう一つはね、あのコーンってくのは多分ね、フォールの時に食ってアシストフックに口がかかってこうやってる当たりなんですよ。ずっとくわえてこう運ぶわけないじゃないですか。だからコーンコーンっていう当たりがあったらすぐに合わすみたいな。まだまだ分かんない。